グランアレグリアは日本の競争馬。主な勝ち倉は2018年のサウジアラビアロイヤルカップ、2019年の大歌賞、阪神カップ、2020年の安田記念、スプリンターズステークス、マイルチャンピオンシップ、2021年のビクトリアマイル、2019年の JRA 賞最優秀3歳、金馬、20年の JRA 賞、最優秀短距離馬 2016年1月24日、北海道阿比町の農山ファームで誕生。一口場主法人、サンデーサラブレッドクラブより総額7000万円で募集された。場名の意味はスペイン語で大歓声。美穂・藤沢和夫9社に入級。2018年6月3日の新馬戦で、クリストフルメイルを安城に迎えてデビューし、 終始楽な手応えで2着ダノンファンタジーに2場審査をつけて楽勝する。勝ち時計は2歳の新馬戦としては破格の1分33秒6であり、従来の2歳新馬レコードであった1分34秒7を実に1秒1も更新する驚異のレコードタイムであった。夏場は休養にあて10月6日のサウジアラビアロイヤルカップで復帰。ボバ相手かつ休み明けで、 プラス18キロの馬体重ながら、単勝1.3倍の断然人気に押される。ゲートで立ち遅れて後方からのスタートになったが、かかり気味に2番手に取り付くと、直線は余裕の手応えで抜け出し、2着ドゴールに3馬進反差をつける圧勝で無傷の重症制覇を遂げた。クリストフルメールが香港国際競争に帰場するため、 同日のヒンバ限定戦である阪神ジュベナイルフィリーズを回避して、翌週のボバ相手である朝日ハイフューチュリティステークスに出走。1980年の天文以来38年ぶりのヒンバによる同列制覇が期待され、単勝1.5倍の支持を集めた。しかし、レースでは2番手を追走したものの、直線入り口でアドマイヤマーズにかわされると、うちに持たれる様子を見せ、 最後は、クリノガウディにも交わされて3着に敗れた。陣営は、大賀賞のトライアルレースを使わずに、2019年4月7日の大賀賞本番に直行。レースは3から4コーナーでグランアレグリアが動いて、直線入り口で逃げたプールビルに並びかけ、直線で先頭に立つと、あとは独走状態となり、後続に2馬新反差で圧勝して、金馬クラシック一冠を獲得した。 勝ち時計1分32秒7は、前年のアーモンドアイを0秒4上回る、レースレコード。中111日での勝利はやはり、アーモンドアイの中89日を更新する新記録。大賀賞を、年明け初戦の馬が制したのも、初となった。安状のクリストフルメールは、大賀賞連覇。管理する、藤沢和夫調教師は2004年のダンスインザムード。 以来15年ぶり2度目の大賀賞制覇となった。優先出走権を得た優秀品馬を回避し、5月5日の NHK マイルカップでは、朝日ハイ FS 以来となるアドマイアマーズとの2強対決が注目された中で一番人気に押される。レースでは直線で大賀賞のような鋭い伸びを見せられず4位入選となった。さらに、直線コースで外側に車行し、 5位入選のダノンチェイサーの進路を狭くしたため5位に到着となった。安城のルメールは3月2日に不注意機場で機場停止処分を受けたにもかかわらず短期間で不注意機場を繰り返したため過重制裁を適用5月11日から26日の機場停止処分を受け機場予定があった東京優秀などでの機場ができなくなった。夏は休養にあて 秋は3歳品馬としては、異例のスプリンターズステークスからの指導を予定していたが、左前足に黙っていた海の感知が難しいと判断され回避することが決まった。復帰を予定していたマイルチャンピオンシップも回避し、およそ7ヶ月半振りの実戦として、阪神カップに出走。地震初となる1400メートルながら、堂々の一番人気に押されると、レースでは、 後一位相から直線で抜け出すと後続を寄せ付けず、2着、フィアーのロマーノに5馬審査をつけ完勝ブランクを感じさせない勝利で、重賞3勝目を挙げたほか、同レース創設以来初めての3歳牝馬の優勝となった。小馬相手の勝利にルメールは、直線追ったら、彼女母あっという間に抜け出したのでびっくりしましたと話し、それを聞いた藤沢は、 あのくらい走っても不思議ではない。驚くことじゃないと語った。2020年1月7日に行われた JRA 賞各賞の発表では、オークスはラブズオンリーユーや秋華賞馬、クロノジェネシスを抑えて JRA 賞最優秀3歳品馬に選出された。1月23日には国際競馬統括機関連盟によるワールドベストレースホースランキングが発表。 グランアレグリアには117のレーティングが与えられた。これは3歳品馬としては世界1位である。昨年の JRA 賞の受賞式でサンデーレーシング代表の吉田俊介から春のローテーションとして高松宮記念からビクトリアマイル、安田記念と出走するプランが発表された。小場所選は高松宮記念に出走。 主戦のルメールが当日ドバイで、騎乗予定のため、池添健一との初コンビを結成した。同レースには、前走オーシャンステークスを解消したダノンスマッシュや、昨年のスプリンターズステークス覇者、タワーオブロンドンをはじめ、自身含むマイル GI 馬が、複数頭出走するなどの豪華メンバーが集合した。その中で、最終的に2番人気の指示を受けると、レース本番。 重わば,ばながら、前半3回34秒後のスローペースで先行場、有利の展開となった中、自身は直線で後方から追い込んだものの一歩届かず3位、入線、1位入線のクリノガウディが、後着となったため、繰り上がりで2着となった。レース後に、安状の池添は、これだけの馬なので、結果を出さないといけなかったと赤敗に、悔しさを表すコメントをした。 自走に予定されていたビクトリアマイルは、熱発により回避し、安田記念に直行。安城はルメールが、アーモンドアイに起乗するため、前走に続き池添健一が務めた。史上初のシ芝 GI8 勝目の記録がかかるアーモンドアイが、圧倒的人気を背負う中、単勝12.0倍ながら3番人気に押された。レースではスタートで、 アーモンドアイが出遅れて後方からの競馬となる中、自身は中段からレースを進め、直線に向くと抜群の手応えで抜け出し、外から追いすがるアーモンドアイや内から迫るインディチャンプを2馬身半の差をつけて完勝。前年の大賞以来の GI2 勝目を飾った。安城の池添は、レース後、今日は本当にすごいメンバーを相手に勝つことができて、 自分の仕事ができてよかったですとコメントした。夏場の休養を経て、二度目のスプリント戦となる、スプリンターズステークスに出走。安城は三戦ぶりに、ルメールが戻った。春秋スプリント制覇を狙う、モズスーパーフレアをはじめ、ダノンスマッシュやダイアトニックといった、実績場が集まった中、一番人気の指示を受けた。レースは、道中の一撮りが、 後方になってしまうも、前半がハイペースになったことでモズスーパーフレアラ先行馬が直線で失速。外から進出した本馬は強烈な末足で各馬を抜き去り、内から進出したダノンスマッシュに2馬審査をつけゴール。前走安田記念に続く GI 連勝、大賀賞と合わせて GI3 勝目を飾った。また、この勝利はディープインパクト3区として、 初のスプリント GI 制覇となり、安城のルメールは JRA 重10賞勝100勝を達成した。続いて、阪神競馬場で行われた、マイルチャンピオンシップに出走した。直線で一瞬前が壁になりながらも、外に出してからは、一気の末足で差し切り勝ち。これで、前年のインディチャンプに続いて、史上8頭目となる同一年の春秋マイル GI 制覇。 2013年のロードカナロア以来史上2投目となる JRA 短距離 GI 年間参照を達成した。また、マイルチャンピオンシップにおける単勝1倍台は2005年のデュランダル以来15年ぶりであった。2020年度の JRA 賞最優秀短距離場に選出された。陣営はかねてからマイルからの距離延長を示唆しており、この年は、 初の2000メートル戦となる大阪杯に出走。ここでは、前年無敗で3冠を達成した、コントレールとの初対決となり、コントレールに次ぐ2番人気に支持された。オモババで行われたレースでは勝負所で、コントレールと同時に進出したが、そこから直線で伸びきれず4着に敗れた。レース後に、安城のルメールは、折り合いはついていたし、 両馬場だったら違ったと思うと敗因に馬場を上げ、藤沢調教師は休み明けの分もあったかな。いい感じで走って力は出せたと思うとコメントした。続いて昨年は回避したビクトリアマイルに出走。実績のあるマイルに距離が戻り、単勝1.3倍の圧倒的一番人気に押された。レースでは道中中断を追走し、 直線で外に持ち出すとそこから一気に突き抜け、最終的に2着、ランブリングアレーに4馬審査をつける圧勝で、GI5 勝目を挙げた。この勝利で、グランアレグリアは、史上初となるコバのシバーマイル GI 完全制覇を達成した。さらに連覇を狙って、中2周で安田記念に出走。ここでも一番人気に支持されたが、レースでは直線で、 いつもほどの切れ足が見られず、最後は追い込んだものの、優勝したダノンキングリーに、頭さ届かずに着に敗れた。ルメールは、レース後、手応えが前回と違った。普段より反応が遅かったとコメントした。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。